告します。ホーホーロの城陥落しました。サキモリ州壊滅、突破されました。このままですとあと数国でこの王都に攻め込まれます。抵抗は犠牲を増やすだけだ。では民に避難命令を。都を放棄する。エルルー、アルルーは民を先導しここから避難させてくれ。でも白オロさんは。私たちはそれまでの間奴らを食い止めておく。いいえ、白オロ様も一緒に避難してください。何？彼らの目的は成長です。なのにその前に現れたら餌を投げ込むようなものです。兄者が無事なら再び体制を立て直すことができる。あの者たちを食い止めるのは我らにお任せを。しかし生き延びよ。任せろ。さて、おいでなすったようですぜ。私たちの目的はあくまで避難が終わるまでの時間を稼ぐことです。くれぐれもバカな真似はしないことです。
仕留めが目的です。無理に倒す必要はありません。戦闘橋の老人で、今度は巨人の兵士。この国にいると、ほんと退屈しませんね。所詮でかいだけの大木、俺の動きについてこれるわけがない。
相手にとって不足なし。いざ参る。
クンネカムンを大国へと押し上げた。なんとまがまがしい。これはちょっとまずいかしらね。お前たち、雑魚を相手に何を遊んでるんだい。こんなもの、こうすればいいんだよ。
慌てるな。慌てなくとも大丈夫だ。おばあさん、捕まってください。ありがとうございます。もう少しですから、頑張ってくださいね。何でもない。エルルーは向こう側の列の誘導を頼む。はい。すまない。お父さん。恐怖に震えると糞尿を垂らすものなのか、知らなかったぞ。へえ、強がりを言うじゃないか。内心怖くて泣き叫びそうなくせに。泣き叫べ、地に這いつくばって命乞いしろよ。そうしたら助けてやったっていいんだよ。泣き叫び、地に這いつくばって命乞いすれば助けてもらえるものなのか、それも知らなかった。よくそんなことを知っているな。まるで経験したことがあるみたいだ。何か言ったかい？図星か。適当に言ってみただけなんだが、悪いことをしたな。恐怖に怯え、糞尿を垂らしながら地に這いつくばって命乞いをしたなんて言ったことは忘れてくれ。連れてこいとは言われてたけど、生きたままとか言われてないし、ちょっとくらい壊れてもいいよね。さあ、何して遊ぶ？そうだね、お前たちは下がってな。さて、挑発して注意をすべてこちらに向けさせることができたが、まともに一撃食らったらそれだけで終わりだ。余計な時間を稼ぐことだけに集中しろ。ハクオロさん、これで最後の列です。ハクオロさん、
ハクオロさんは…ハルル…ハルル…まさか…最初からこうすればよかったんだよ。おや、どうしたんだい。大口叩いといてもう終わりかい。もっと遊んでよ。いいだろう。やってくれるじゃない。